ウムコントは南アフリカ共和国のデネルエアロスペースシステムズ社が開発した垂直発射型の股間防空ミサイル。ウムコントはズールー語で槍のこと。複数目標からの同時攻撃に対応するために開発された。発射後、飛行中に目標をロックオンする機能があり、発射機は8または4セルの VLS。 4セルの VLS は車両にも搭載できるので、死体空ミサイルとしても使用できる。赤外線誘導型トレーダー誘導型が開発された。南アフリカ海軍、フィンランド海軍ともに赤外線誘導型を採用した。赤外線誘導型はブロック1から3があり、共に発射互換性工法で飛行しながら、最新の目標位置をデータリンクで受信、あと翼と、 水力変更により、最大 40G の軌道で接近後、二周波数帯赤外線シーカーによる、赤外線、パッシブホーミングにより命中する。ブロック2は、フィンランド海軍の要求により開発された。電波の乱反射に対応するために、アルゴリズムとシーカーヘッドの改善、最大射程が 15km に延長されている。ブロック3は、 2013年に開発され射程が 20km に延長されている。2014年12月の時点でロケットブースターを強化して射程を伸ばすコント IRER 誘導をアクティブレーダーホーミング方式へ変更したコント R という改良型の計画がある。南アフリカ海軍フィンランド海軍。ありがとうございます。